こんにちは、トイズガオです。本日はこちら GP ライドウォッチ06ゼロノスライドウォッチです。はい、こちらはガシャポン限定のライドウォッチですね。ゼロノス、仮面ライダー電王の2号ライダーですね。はい、GP ライドウォッチでは結構ねこれが出やすいという噂があるんですけども、まあ僕の手応えとしてはそんなに出なかったんですけどもね、まあ何回か回せば出るかなという感じですね。はい、では早速開封していきたいと思います。はい、ということでこちらがゼロノスライドウォッチ、このねゼロノスの特徴的なこの牛の目がね牛になっていて、ここにレールが2本ある、左右対照的な顔となってます。まあ、色の方は、まあ、このゼロノスベルトの、まあ、黒と緑ですね。まあ、緑のところこれメタリックになってますが、このねアルタイルフォームの方の色ですね、まあ、ユートが変身した基本的なフォームですね。はい、ということで、音声を聞いてみたいと思います。横のボタンを押すと4種類の音声が鳴ります。はい、ということで完全に変身音の方はねアルタイルフォームの変身音でしたね。で必殺技の方がフルチャージとなってましたが、まあ、こちらはフルチャージのところが必殺技になってますけどもね、電王はフルチャージじゃなくて俺のというところでしたね。はい、では時空ドライバーで音声を鳴らしてみたいと思います。
はい、ということで今回は GP ライドウォッチ06、ゼロノスライドウォッチをご紹介しました。はい、まあ、電王とね、掛け合わせると面白いですね。あの、必殺技がやっぱフルチャージで俺のというね。まあでもやっぱ電王の方はまあ俺の必殺技なんでね、俺のでいいかもしれないですけどね。ゼロノスの方はまあ必殺技ちょっと名前忘れましたけども、その名前の前半部分でやってもよかったと思いますけど、やっぱフルチャージってなるんでね、そこはフルチャージの方でまあ良かったんじゃないかと思いますね。はい。でまあゼロノスはアルタイルフォーム、でベガフォームとね、あとゼロフォームっていうのがあるんで、まあそっちのバージョンもねあるかもしれないですけども、そうなってくるとまたねライドウォッチの種類もねいろいろになってきちゃうんで、まあ電王の方もね、ソードフォームだけじゃなくてロッドフォーム、アックスフォーム、ガンフォームと、まあ中間フォームもあってでライナーフォームもねあるんで、まあそちらもね、まあライナーフォームは多分出ると思うんですけども、あのてんこ盛りのクライマックスフォームとかもね、まあもしかしたら今後出るかもしれないですね。はい。まあ、電王の方は映画に出るみたいなんでね、そちらもね、楽しみにしたいと思います。はい。ということで、以上、トイズガオーでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。